はい、お世話になっております宮崎です。ホルモンのねカテゴリーになるんですけども、幻の希少部位アギっていうのをね今回はね紹介したいと思います。早速行きましょう。はい、これがねアギです。2枚になってるような感じですけどね、これねくっついてます。1枚のものがこう2つになってる状態ですね。で、まあ顎の部分についてるんですけども、これね有名なタンです。皮を取って、まあ、食べるところ結構あるんですけど、これアギにもこれ皮っていうのがついてるんですね。こういうね皮の感じが似てるでしょ。タンのすぐそばにねついてる部位です。もうちょっとしかね取れないです。でお世辞にもね柔らかい部位ではないんですけども、噛めば噛むほど味が出るっていうようなね部位ですね。このね皮をねまず取っていきます。まあどっちからでも取れるんですけど、こっちから取ろうかな。このね皮はね食べられないです。まあ、食べられないこともないけど、とっても硬いですね。筋引いてでもこれ音がねジリジリ言うんですよ。硬そうでしょ。ザラザラした感じ。これもね数字なんでね、ちょっと取っていきます。まあそんなに取っても取らなくてもそんなに影響はないんですけど、一応ね取っときます。これね数字です。これ半分でね大体 400g。 もうこれねどっから切ってもいいです。こう切ろうがこう切ろうが、あのお店によってもう切り方は様々です。分厚いとちょっと硬い。切っていきますね。ほとんど身ってこんだけぐらいしかついてないんですよ。なるべく薄く切ります。あの厚く切って飾りを入れるお店もあったりします。油ばっかりやんって思うんですけど、もう好きな人はすごい好きです。そしてですね、顎のあたりなので、これわかるかな、これリンパ腺なんですよ。ここについてるのね、リンパ腺なんですけども、まあこれを取るお店もあれば、まあそんなにたくさんついてないので、こうそのまま切るお店といろいろです。ほとんどの人がね、まあ大体アギって言っても、え何っていう人が多いんですけど、好きな人がねめちゃくちゃ好きなので、なかなかね手に入らないです。ちょっとお皿にね並べてみます。はい、これでね1等分です。こうやって並べたら結構ね綺麗でしょ。これなかなかねお目にかかれない部位なんですけども、焼肉店とかでね、見つけたら一度食べてみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。